こんばんは、うどんです。今日も信長の野望天道群雄派遣モード、三つどもえた六門戦の真田プレイでいきましょうか。群雄派遣モード、群雄派遣モードは、まあ、地方モードにシナリオがあるみたいな感じで、まあ、信長の野望の中では珍しいタイプのシステムですね。で、そんなこと三つどもえた六門戦、関東ではいずれ大人の強豪たちの睨み合いがついている。豊富な人材を揃え、その地方と財布を揃われる信玄、義の戦を掲げる越後の上杉謙信、豪北条氏の三代目にして治癒権美の名将相模の志士北条氏康、そして日の本一の強者の真田家、三者の狭間で気をかかっていた、関東の覇権を手にするのは果たして誰かというシナリオですね。通常の真田ではなく、群雄派遣の真田なんですけど、これ群雄派遣モードの中ではわりかしあの領地が多い部類ですよね。いや、群雄派遣モードね、すべての大名家にシナリオがあるんですよ。すべての大名家にシナリオとイベントがあるんで、割とね、このモードすごい好きなんですけど、まあすごい好きっつっても、あのスチーム版はそんなに制覇しないんですが、昔は結構制覇したはず。よし、というわけで、北条氏康、上杉謙信、武田信玄、そして真田、佐竹のシナリオとかもあるはずよ。で、基本的に上級架空姫出ようぜ。架空息子は出なくていいよ。混戦ってなんだっけ。交戦中の拠点に第三勢力は侵攻しません。あー、交戦中の拠点に第三勢力は侵攻しない。いや、別にいいんじゃない、進行して。よし、こんな感じかな。うん、なんだろうな、ハイエナ禁止ルールですね、デフォルトが。さあ、あとはまあ基本デフォルトで。っていうか、前つい最近織田家でやってた時って、別にあの第三勢力進行してきてたと思うんだけど、それとはまた別の話なのかな。軍神上杉謙信が女性だという伝承を信じるか。前回の信長編だと信じなかったんで、今回信じましょうかね。いいよ。さあ、辻ヶ崎、いきなり真相の曲から。真田家はかつて滅びかけていたのを真田家の当主信玄に救われたから、その恩を返すために武田に尽くしてきた。しかし今恩人である信玄は死のとこにある。行高よ、後のことは頼む。武田家を勝頼様を必ず関東の覇者とします。しかし行高よ、これだけは忘れるな。いや、女剣心にすると統率力は上がる。ぶっちゃけ舞台の戦闘力は上がるけど、武力が結構下がるはず。何よりも思われなくてはならぬのは武田家ではなく後進に住まう民。勝頼は勇猛だが時に傲慢、人の意見を入れぬところがある。もし勝頼に大名たる器量がなければ、お主はこの後進の主となれ。しかしそれでは第一に民のことを考えよう。武田信玄は工事を行高に託し息を引き取った。ああ、統率変わらずでしたっけ。父は最後に何とおっしゃっていた。それがしに勝頼様を補佐し武田家を盛り立ててくれと、と言ってた。と言ってた。わしは父上には遠く及ばぬ。新たな当主を抱く武田家と共に乱世に乗り立ってた。ちなみにこれの当主が勝頼になるのはその真田編のみのはず。他の試合では普通に信玄が当主です。さて、まずは真田家の武将チェックですかね。行高、八幡の備え、弓の人ですね。弓と牙、兵器、統率83、知略99で、真田信綱は騎馬 A、 正幸も下級系ですね。下級系、敵に被害を与えて混乱させる。足軽 S、 統率90、デフォルトで統率97か、統率97、知略98、
政治91で、信行信行統率80弓 B 鉄砲 A 鼓舞信行ね、微妙ですね、この頃戦闘力。信綱のグラフィックもね、ずっと変わんないですね、これ。そろそろ信綱も変えてやれよと思うんですけどね。で、雪村。統率98、武勇108、騎馬 S。これが先方、影突。A 突なのか、影突か。敵に被害を与えて強行状態に。で、雪政でいいのかな？誰ですか？雪、ああ、大輔か。なるほど、大輔か。すでに大輔がいる。で、矢沢親子。パパは鎮西、息子は突撃。で、信勝は足軽 A か。沼田満喫祭。満喫祭名義は珍しいですね。いや、そんなもんか。満喫祭か。いつも。いや、そんなもんなの。満喫祭名義珍しいか。沼田影吉。足軽 B だけど突撃1。鈴木重則。騎馬 B、鉄砲 B。で、いつもの井出浦さん。足軽 A。そうですね。マサテルがいませんね。マサテルいないね。武田。まさか武田の方にいたりするのかな。いや、そんなことないか。ははは、信虎が辻ヶ崎館の浪人。これ一応架空シナリオなんで、板垣とあまりがいたりします。そういえば板垣あまりも天道からだっけ。あー、マサテルがムカデ州にいる。なるほど。あと板垣あまりも初登場でしたっけ、天道で。だからすげえ強いんですよね。多分初登場だと思うんだけど、確信の時いたっけ。まあ大した能力してますね、板垣あまり。武田の先代が強くなった気がする、天道で。やっぱりまあ大河の影響だと思うんですけど。勘助はいないのか。勘助なしか。板垣あまりが生きてるんだけど、板垣あまりは生きてるんだけど、武田信繁と勘助は死んでいるっていうね。なんで知略は交差か。あー、天正期にいたね。はい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 。あー、じゃあ蒼天禄とかにもいたでしょうね。確信で一回消えたのかな。確かに山形とかは強いですけど。あ、ごめん、信繁いたわ。統率79でいいのか。信繁はいるけど、勘助がいないんだ、じゃあ。まあ完全に架空ですね。で、内藤。確かに信繁ね、VU63、統率79。で、コブ。で、馬場が77、86。で、西名、森信。もしかすると、在野とかにいるかもしれないですね。で、上杉。さあ、女剣心ちゃん。はは、統率137。あれか、統率は120でもともと関数とか。車係。村上義清、89、92。柿崎の政治も上がりましたね、この頃になって。もう、政治64。ただ、知略はだいぶアホですね。だいぶアホの柿崎。本庄重長。ぶっちゃけ統率と武勇の2つに関しては、常に武田家より上杉家の方が上っていう時代ですかね。昔はね、家臣団の武田、謙信の上杉って感じだったんですけど、徐々に家臣団の能力がだいぶ底上げされて、上杉家も家臣が相当優秀になってるな。宇佐美定め、千百97。天勝北条。いやー、宇佐美定光、チラッキューズだな。いい顔してますね、宇佐美。そうね、政治屋がいないね、確かにね。うん。川田。うん。直江影綱。いや、この宇佐美めっちゃぐらいがいいね。すげえ好みよ、この宇佐美。
そうですね、雪虎の花ですねこれ女性剣心。さてで、次は北条家。氏康も強いですね。96、79、94、107。北条氏康、氏政、氏康、綱重、綱重92、96、8万の備え。そう、昔は柿崎宇佐美ぐらいしかいなかったぐらいのレベルなんですよ、群雄伝ぐらいだと。いやー、だいぶ全体的に強くなりましたね。太田助政、北条氏輝、北条氏国、あ、藤田氏国、北条氏政、大同士、戦闘力の上がった大同士、北条氏重。まあ北条、ぶっちゃけ北条家がだいぶ能力落ちますね。北条氏政もね、だいぶマシになりましたね。統率82、武力、武勇63、知略78、やりぶすま2、足軽 B。 まあ革新の時代でも氏輝氏国そこそこ強かったと思うんですけど、だいぶ上がりましたね。85、77、86、74。情報地図、技術でいうと、あ、そうそうそう、武田 と、5年間の同盟結んでます。あ、馬ですね、馬系、馬系、武田は馬プラス足軽。あ、技術共有早くしたいですね。技術共有して武田の技術を借りようで、上杉は当然馬で、北条は足軽 と、 な、僕の内政。まあ武田と同盟維持しながら、北条からかな。上杉最初に倒しちゃうと北条戦うのがしんどくなるんで、北条から行く。北条と戦うで、同盟の技術共有のためには何だっけな、春日山、おそらく上杉が来る。文化は公家ルートか、そっか、公家か。おそらくここら辺に築城しないといけませんね。ガチガチに築城しつつ、武蔵七刀を取っときたい。武蔵七刀真田正輝、ムカデ衆。そうね、だからって、クゲはおそらくトータル12個とか8つとか必要ですよね。相当しんどいんじゃないかな。うわー、まあこう村落川で、ここに築城しよう後で。あとは大輔が武蔵七刀を取る、北条と小競り合いして村落と匠の町一、ここを狙いたいですね、防御が安定したら。承知しました。あとは、ああ、ここに武家町がある。武田とはまあ仲良くやりましょう、こっちは。ここら辺で上杉を抑える。上杉を抑えながら、武蔵七刀を使いつつ、この商人町とか、商人町とか武家町とかを狙っていきましょう。ここら辺を狙う感じで。で、武田からは援軍借りるかもしれないから、武田方面に道をつないでてもいいですね。さて、開幕の内政、とにかく金が欲しいですね。商人町から。とにかく金をよこせ。あ、探索。岡部又上もね、ダウンロード武将っていうか、あれ、PC 版って手に入ったっけ？コンシューマー版かもしれないですね。とにかく金が欲しい。
で、忍びの里を2つぐらい作りつつ、教会を4つ作って砦の強化しといた方がいいかな。教会4つで砦強化。いや、そんなことしてる金銭的余裕があるのか。現在の収入は5400、そんなに悪くはないな。武家町ちょっとね、作って、ああ牧場か。牧場が作れるのは武家町。農村、牧場でもここでも作れる。金収入がとにかく少ないですね。畑は優先した方がいいな。兵糧収入も相当厳しいですし。さあ、まずはあの金と畑からいきましょう。ススーッと、ススーッと。あ、そうなんだ。ホトトギスの池攻略したらまた上も解放なんだ。へえ、そうだったか。あ、ちょっと待って、今なんだ。上泉信綱なんと上泉信綱、いいじゃない。ガチャはね、このモードできたかもしんない。できたかも、できたかも。で、全国の武将手に入ったんだっけ。あー、そうね、信仰で豊作祈りね。確か寺4つだよね。これであのどっちかというと足軽が充実してきたな。召喚増やす。あれ、ところで初期の金すげえあるな、これよく見たら。初期の金がそんなにあるんだったら、まあ、クゲ作るんだって4つ作らなきゃ意味がないんだけど、さすがにな。鉄後で掘りましょう。そうね、兵糧不足にもなるよね。まあとりあえず弊社作りつつ、2月の終わりに募兵しようか。よし、正月和夫、上泉信綱、ここら辺はちょっと忠誠上げときましょう、さすがに。で、さらに探索、帰ってきた。研究するんであれば、草履か、いや、わらじか三軒槍、いや、鉱脈調査も欲しい気がする。武田との技術共有がいつになるかわからないってのありますよね。あ、どっち、技術共有できたとしても三軒槍がないのか。三軒槍作っとくか。現在軍馬9000か。召喚教会、よし、これでいこう。三軒槍付き合っといてもいい、やっといていいかなと思う。研究、三軒槍、匠の町12ヶ月。そうですね、馬もねかなり大事ですもんね。牧場ちっちゃいし。2月が終わる前に歩兵、武蔵名戸に向かって進行中。
で太陽諸勢力の拠点太北条の砦を一つ作っておきましょう。もう太北条砦で、かしこまりました。取りかかれ時間かかってんな、これ時間かかってるな。ちょっ、あ、おばたか、足軽 B、 おばたが登場。中世は大、中世あまりよろしくない。軍事工作、じゃあ、ここにも砦を作りましょう。ちょっと兵いた方がいいかな。建設砦で、矢倉も2つ。で開発的には武家町を作ってましょう。あれ、探索が、探索でのんびり武家町。山内一番もとけちゃった。まあどうしてもね、築城するとね、あとこっちから来る可能性があるんだよ。そういえば宇都宮から、あー馬田畑の、あー生産量上がるやつが上がるのは、まあ確かに救済でしょうね。バランスを取るため、蛍光色、草が濃ゆる、畑の収入プラス10で、ここ築城終わったらこっちにも築城しましょう。あ、川原、おお、有能内政、有能内政が一人増えました。有能内政増えた結果、金収入はまだ7400。前はおられた前はおられた川原さんが。で探索をまた出しましょう。浪人大田原はスルー、知略75ですけど、長野はさすがにいないんちゃうかな。町並みを制圧しました。あーでも軍用派遣モードだから、いても不思議ではないですけど。始めよう。弓狭間技術なんだろう、建築完了、次の作業に移れ、次の作業に移れ。大輔声がなんか、あまたが、まあいいや。上田さなお、北条家の官僚ですよね。相性60、政治68で相性最悪なんで、ちょっとスルーしましょう。ちょっと数を見直し、ちなみにこっちも見とくけど、計略引き抜き、あ武田信虎北条に使えてんじゃねえか。武田信虎ちょっと欲しいな。海姫じゃん信虎の。でも1300を払ってまで欲しいかって言われると迷うな。1300はちょっとお高いかな、ちょっとお高いな。さすがにちょっとお高いかな。やめとこう、やめとこう、やめとこう。こっちに築城、確保しました。うん、ああそうやね、鉄も取らないとね。じゃあ信綱がそのままこう、夏防兵一回しましょう。防兵
ちなみに生産した場合グンバは1回に883、やっぱかなり少ないな。牧場増やすべきかな。牧場増やすかな。騎馬が一応騎馬編成はできる、雪村を中心に一応できるはできるんだけど、そうよね、施設ね、2つは欲しいよね。小野忠明、これ確か槍の参加剣豪、ちょっと小野忠明だけなんかこう冷遇されてんな。いや、戦法的に冷遇されてんな。槍ブスも34ぐらいにすればいいのにね。あ、そうだ、農村信仰、西洋建築、西洋建築やりつつ、西洋建築をやりつつ、農村、寺は4つ必要、寺4つと、寺4つと牧場1つ、まあこんな感じかな。寺と牧場93日CPU のね、そう、引き抜き&リストラ、革新時代からのお約束ですよね。なりまさではない。でも結構強いですね。72、82、やりブスマの3に足軽 A、 結構大した能力だな。7000、うん、十分有能ですね。これ以上探索しない方がいいんじゃないかっていう気がしてきたな。僕探索あえて止めるか。いや、でも長野成政出るかもしんないしな。いいか、やってみよう。春日山20000ね、槍連携でいいよね。もう何ならもう一つ出世あげていいや。まあギリ92だから願いなんでしょう。この商人町奪いに行きたいな。最初に狙うの由良、あれか、回避のパパだっけ。確保が完了。違うなんだっけ、由良ってなんだっけ、誰かと結婚してる、誰だっけ、誰かの旦那だったような気がする。姫の、そうテルコの旦那だよね。なんじゃ池村が重大な要件がある。近中の者のうちに敵と内通してる者が、じじ上様の敵国に当家の情報を知られる前にすぐにでも取り調べる。患者が紛れ込んでいた。まだ使えて日が浅かかった上、私ではございません。実はこれまで黙っておりましたが、私には10人の親しき友が、ほほほ、その中に忍びの術をよくする者が、ほほ、10人の豪傑たちが姿を現した。そうそうたる面構え、縁あって雪村様に親しくしてもらっております。影ならば良いとも思ったな。三田家臣として甲斐からとは言わず、雪村のことを支えてもらいたい。
これだけの勇士望んで手に入れられるものではない。中遊無比の豪傑真田重視。これね、軍友派遣モード、各君主にちゃんとこういうイベントが用意されてて、僕この下の北条とか上杉ってやったことないんだけど、北条とか上杉だと何どんなイベント起きるんだろう、各勢力、他の勢力だと。さて、これで金銭収入が2100まで下がりました。で、新メンバー、まずサスケ、統率33、VU87、弓 S、ラッパ、敵の士気を下げ動揺させる。おー、サイゾウ、これも弓 S 混乱。まあ、少数部隊で弓で随伴する感じかな。サスケ、サイゾウ。で、穴山小助、老落、騎馬 A、運の六郎、同士打ち弓 A。弓がね、だいぶ入りましたね。望月の六郎、こちら鉄砲で、こっちも鉄砲強化、鉄砲が多いですね。鉄砲が多いな。弓、釜之助は弓 B、 騎馬 S、 三好コンビは、どっちも足軽 S。 うーん、有能足軽、有能鉄砲、有能弓が入ってますね。もともと足軽と騎馬はいたから、弓か鉄砲を用意したいな。鉄砲強いんだよね、天道。鉄砲が強いゲームだから鉄砲が欲しい気もするんだけど、重油脂鉄砲隊でも霧隠れ才蔵とサルトビサスケが弓 SS なんで、ちょうど弓 A がいる。弓 A がいますね。しかも戦車さん、ちょうどダメージ系が欲しいなみたいなね。2100、よし、よよよよさ、まあさすがに、まあいいや、弓で行こう。弓でデフォルトの、まあ金収入2100あるんで大丈夫。武田から要請、何、春日山を攻め取る、大きく出ましたね。ははいや、面白いから乗るけどさ。じゃあ名声ちょうだい。他なら武田の頼み。よし、じゃあこれに乗じようぜ。まず工作から。かしこまった。お、またおばたか。またおばたか。このおばたは有能ではあるんだよね。義理81、義理のある方のおばたで、このおばた、これは統率75なんですけど、まあスルーしようか。スルーするか。さすがにね、人材がね、勝つよりがね、春日山に攻め出すっていうあたりがね、いやあれですよ、父親を超えたいってことっすよ、信玄を超えるためにね。そう、今はさすがに雇えんね。ああ、もう行ってるわ。武田勝頼勢1万。勝頼、高坂、小布、山形、板垣、老臣たちと共に。よし、じゃあ、
勝頼が、いや絶対無理だろこれ。いや探索どうしようかと思って、この金収入で絶対ダメでしょ。いやこれ絶対ダメでしょ。ババ工作隊春日山2万で、僕行って乗じても、乗じて後ろ荒らすぐらいできるけど、これね流しのルートですね。流しのルートはな、君たちね、リストラリストラとかね、ほんと人の心ないんか。今までね、真田家を支えてきた旧臣たちですよ。わしゃリストラせんで。ちょっと待って、これ、ジョージ、支えてない。まだ支えてない。あ、信濃経由ね、確かにね。そうね、信濃経由の方がいいよね。道が繋がってないけど、全然。ちょっと信濃方面に工作伸ばしとこう、これ。これところで僕、もう、なんか出撃する前に武田軍壊滅して終わりそうな気がするんだけど、工作ここまでなんだよな。伸ばしとくけど、勝頼がね伸ばしてくれないとね、砦ぐらいは壊せるけど、まあ砦を壊しに行くか。砦を壊しに行くよ。まずは足軽隊、正行、三好、正行が行くか、まずは。よし、奉仕で、1万、受け止まりました。よし、長尾正影だ。剣心ではないですね。長尾正影隊が登場。あ、弓か鉄砲で人殴り。行け。なるほど。で、随伴の弓隊。随伴弓隊。柴田から増援来てる。弓眼光続け。パラパラですね、パラパラですね。さあ、ガツリがぶつかった。いやー、なんだ今やられたのかな、勝頼が。いや、そんなこともないか。同士打ちか何か。生産もしよう、ちょっとずつ。軍馬、あー、ローラッカー。あ、逃げた逃げ出した逃げ出した。あ、すごい勢いで逃げた。これすっごい勢いで逃げてった。すごい勢いで逃げてった。行くぞ。どうやらここまでです。どうやらここまでです。撤収。城に戻るぞ。いやー、勝頼さん、これ見張るとで、目標変更せよ。これで依頼こなしたことになるのかな、見張る戦で。見張るではダメかな。受けたまわりました。
敵部隊壊滅しました。長尾正影、そう答えてないのかな。じゃあまだ答えてないかもしれないですね。城殴らないとダメレベルだっけ。そうか、城殴らないとダメレベルか。そうかそうか。進め。上杉隊を殴ればね。あ、来た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 、来てる来てる。じゃあちょっと来た来た。行きます。チラッと殴って行きます。待て、これスピードがやばい、スピードがやばいぞこれ。速やかに陣を変えよ。スピードがやばい。速やかに陣を変えよ。速やかに陣を変えて。城に戻るぞ。ああ、諸勢力に生かせる。なるほど。あ、でも金3000必要なんだよね。もうすでに殴られてるわ。高が1回殴れば続け。よし、お味方の援軍が間に合ったようです。間に援軍間に合ったと言えるのかこれ。逃げろ。退却せよ。逃げるんだよ。痛い。許せ。許された。許されました。同盟国の要請に応えることができました。同盟国の要請に応えることができた。何おすすめの信長と三国志だったら最新作やりゃいいんですよ。最新作とりあえず撤収。いやー、これはね、あれなんですよ。僕はこれで、勝頼を見捨てていいフラグをね、着々とこうやって立ってるわけですよ。軍馬をちょっと増やしとこう。いやーもうね、いや勝頼を見限る理由はこれでね一つできたわけじゃないですか。あー進行か、進行。あと寺二つで大社だったか。そうか、あと寺二つか。あと寺二つだったらどうにか作りたいな。秋までに間に合いそうだな。寺二つ追加するわ。貴重な畑を壊すか。なるほどね。そうか、軍友派遣モードって施設半分でいいのか。なるほどね。じゃあちょっと畑を壊して寺を追加。いや、独立写真はね、今あの勝頼のあまりにも無策な春日山攻めに正行が行きたかんって思ったところですよ。16,000研究待ち、研究終了待ち。探索ちょっとやめとくね、お金がないから。
夏生産、あ、今だな、歩兵武田との3つ繋がりましたね。さらに進行、まだ帰ってきてない、帰ってきた武田から要請、武田から要請、なんすか加藤岩月城、いやー積極的やね。いやでもちょっとこれはねありかもな。技術強の公家6、今回は岩月城攻めはありだと思うんですよね。よしいいぞ。で進行を大社592ヶ月で大社研究して1ヶ月で作成できるかな。岩月攻めであれば僕がこの商人町とかね村落とか奪うチャンスなんで勝浦で必死なんですよ父親を超えようと。いやこのそうか、いや確かにこれは名声高まりますよ。武田家のあの無謀な勝頼に、無謀な勝頼になんかこう忠義立ててちゃんと援軍出すなんて、さなきゃ偉いなっつって。今の禁酒院では長野地出てもちょっと厳しいかなと思って、マストではないでしょ今は。ちょっと放置。三好長野上泉信綱、ああまだ早いか。いやいや裏切るとは限らないですよ、裏切るとは限らないですよ僕。そういうルートで行くのこれ。7月道を作って、民中は93、しかし上杉家2万5千か。そう武田家のね最大半島を築こうとね頑張ってるわけですよ。ん？芸金来たな。じゃあここで舞台出しましょうか。浪人か。でもまあ浪人流れてくるようなやつなんでぶっちゃけいらないと思う。足軽、じゃあ正行隊行きましょう。正行隊が行ってきます。兵力2000オールの1万で、そう最大半島を手に入れたってことは、あの壮大名の有能さを示すことでは何も何でもないんで。これここちょっと待って、大至急ターンした方がいいね。これ行け小野忠明工作、兵力最大で大至急大社を作る伝統、間に合うかな。作業開始。お、逃げた、いやあのね前からたまに話してますけど、そこまで大きくしちゃダメだっていう大きさってあるんですよ、どんな事業にも。腹八分目って言葉は正しいんですよ。でかくするだけならね、いくらでもでかもっとでかくできたのにっていうところはあると思うんですよ。建築完了、ここにて待機、これより城に戻る。よいしょ、行きます。これを乗っかる、進め。よし、うまくいった。祭りじゃ。武田軍はね、ここに来てる。信重、こんな軍勢なの。武田信重、星名、内藤、3部隊、1万1000で1万8000、
これちょっと真田頼みすぎませんか、いくらなんでも。北条氏康、あ、そうだね、ここをちょっと繋いだ方がいいね。なんか変な感じになっちゃってる。いや、そらあかんでしょう。承知いたした。あ、ちょっと待って待って待って、進め。むむむむ。でもこの戦いに僕も参加して行きます。我が領内に向かって敵が進軍中。それどころではなくなってしまった。それどころではなくなった。撤収。引け。また長尾正景か。あ、でも長尾正景でよかったかな。まだ村上義清がシック持ってんのか、これ。シック、敵に被害を与え、四季さんに混乱させる。いや、いや、自慢の真田弓隊で、真田弓隊、真田鉄砲隊で追い返そう。任しとけ。鉄砲は3丁ある。鉄砲は3丁あるから、真田信之、鉄砲。かしこまりました。で、まず霧隠れ再造。三田弓隊、多分これでいけると思うんだけどな。剣心来てるわけじゃないし。行くぞ。三田弓隊、三田鉄砲隊。ああ、確かに宇佐美じゃなければローラーが効く。大丈夫だと思うんで行きます。我が領内に向かって敵が進軍中。帰るか帰るか、しょうがないな。武蔵七刀に3000払うか。依頼。ああ、武蔵七刀に3000払ってお任せして、正行はこのままこっちへ進め。この町を取ろう、町をもらおう。行きます。お任せくだされ。諸勢力の部隊が出陣しました。施設完了。待機せよ。さて、この商人町を美味しくいただく。ああ、養成するために強くなっていく。三春村ね。田村一族、三春村の田村一族で、武蔵の後横瀬一族。あれ、ということはこれムカデって三大一族。あれ、ムカデどこ行った。あれ、ムカデはもう全滅した。もう全滅したもう全滅したか。町並みを制圧しました。よしよしよし、早速商人町を、商人町を突っ込んでおこう。砦に溶けたのかな。これほぼほぼ同時の戦になりそうだな。繋がった。ここに砦を作ろう。そうそう、お抱えはね、どこにでも出せるってやつですよね。さあ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 、長尾隊同様、風魔かかってるのかな。北条氏輝2万3000。
これは戦に参加して、戦に参加して、かしこまりました。ん、大道寺が後ろから来てる。ん、あー、ほんとさ、大道寺こんなとこに、気づかなかった。風魔、これは味方の援軍が間に合ったようです。よし、逃げるぞ。進め。逃げろ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 。陣を変えよ。ちょっと待って待って、なんで U ターンすんねん。敵接近時無視。ちょっと待って、ちょっと待って待って待って。進め。目標を変更する。ちょっと目標変更しないで。進め。ちょっと待って、ちょっと待って、なんで、なんで。あ、施設無視、施設無視、危ない危ない危ない、施設無視か。適切無視。いやー、やめてやめてやめて。俺帰るんだよ。進め。よしよしよし。いやー、冷えた冷えた、肝が冷えた。コッパ微塵になった。コッパ微塵になった。いやー、恐ろしや。撤収。ああ、矢沢隊はこれ帰っていいよ。うん、俺より城に戻る。で、こっちは、うん、頑張ってる頑張ってる。目標変更せよ。敵部隊壊滅。ああ、武蔵七刀が一旦だったら追撃しよう。承知いたしました。武蔵なんとか全滅するまでここで弓を打つ。あらあら、もう全滅してるし。早い早い、全滅が早い。続け。かしこまりました。引け引け。弓打つ弓打つ。正行は今ここ、あ、武蔵七刀なんだ。でも七刀の方が語呂が良くない。よしよし、取り手でだいぶ ね、だいぶ粘ったな、これ。だいぶ粘ったよ。いける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 。混乱はでもどうせダメだよな、どうせダメだと思うんで。さあ、ここで追撃の騎馬隊、雪村騎馬隊、雪村騎馬隊、雪村騎馬隊ですよ、ここは。雪村騎馬隊最大。で、鉄砲撃っちゃう。撃ち戻すな。パパパパパパ。まだ負けてはおらぬぞ。できればね、混乱か何かやりたいんだけど。同盟国の要請に応えることができました。皆の者、我に続け。あ、そうだね、うまくね、うまく裏取れる位置に置いとけばよかったですね。もう撤退するかな、今からでも間に合うか。ここに行くこと。行け。お、間に合いそう。あ、撤退始めたかな、これ。あ、撤退始めちゃった。もう間に合わん。任せろ。あれあれ、向かぶつかってきた。休まず矢を放て。助太刀ごめん。そうですね、ここにちょっと道つないでてもよかったですね。まだ負けてはおらぬぞ。敵部隊壊滅しました壊滅しました。敵部隊わーい壊滅しました。おいしい、これはおいしい。お任せください。敵部隊壊滅。やほい、大勝利大勝利。
じゃあ、補修ついでに補修雪村帰ってきたら防衛しよう。よしよし、あのちょびっとだけ出す、ちょびっとだけ作っとくっていうか迂回路を。負傷兵、負傷兵どれくらい入ったか分かんないですけど、まあ3000ぐらい負傷兵入ったのかな。なんかすごい数の浪人がここに集まってるんだけど、すごい数の浪人が集まってきたけど、別に欲しいやつがいるわけではない。あ、武田また行ってる。いやーか、あーまあ春日も減ったからね、積極的やなー。でこれで僕の兵力2万4000、今宇都宮2万、岩槻2万2000。逆にあの春日山で戦ってる今だからこそ岩槻城に行くっていう選択肢はあると思うんですよ。上からこれで、あの北からの援軍は気にしなくていいじゃないですか。あ、小笠原さんが弓かも。あ、そっか、あの小笠原さんか。ただし相性最悪、多分ホロ結構食いますね。小田原2万、岩槻2万2000。このタイミングで岩槻城を落としたい気はあるんだけど、そうさすがにね、宇都宮から2万、小田原から2万来て6万対2万の戦いというのはちょっとしんどいですね。うん、6万になるでしょうね。さすがにちょっと厳しいな。この場にて待機。もう一つ作り直して、承知いたした。でもまあ行くんだったら岩槻か宇都宮、宇都宮、そうね、宇都宮の方がまだ甘いですね。宇都宮攻めようか。武家町奪いに。そうですね、歩兵をもう一回。あ、越後の町並みを荒らす。確かに。勝頼が春日山を落とせることを信じて、いやダメでしょういやダメでしょう。ところで謙信全然出てこねえな。謙信春日山にいるわけじゃないのかな。あー、こんなとこにいる謙信、柿崎と共に。うん、宇都宮の武家町、とりあえず宇都宮の武家町奪おうか。岩槻のあの商人町は奪ったつもりになってるんで、僕承知いたした。事後命令入場でお任せあれ。だからね、長尾正影が、ね、常に最前線ですね。いや長尾正景は倒せると思うんですけど、春日山落とせるかって言われると、いや意外にいけるのか、これなんか意外にいける気がしてきた。よし、ジョジオ素敵。また正行足軽隊、また正行足軽隊で砲子で砦を壊す。
かしこまりました。あくまで領地奪いに行ってるだけなんで。建築完了、待機せよ。承知いたした。どうだろうね、兵力か分からん。これ7600、3100、3000、春日山2900、弓の本庄重長、那須、戦車4、真田弓隊に入りたいと。真田弓隊に入りたいと。金、あ、そうね、金収入ちょっと増えたから、探索の追加と、探索の追加やろう。いやー、さすがナスもんね。ナスって、ナスっていう名前だけで弓が高いよね。いつも思うんだけど。そう、ナスはとりあえず弓みたいなね。取り手壊す。あれ意外にいけるのこれ、勝ち寄り。まさか。まさかいけちゃうのか。いけちゃった。いや、いけちゃったな。これ今それで壊しちゃった。陣、水耕。陣を変えよ。この武家町を抑えます。中野成政出ちゃった。東洋仕様。出ちゃった。中野成政。統率95、武勇80。強い。槍娘4。これは強い。村上国清が捨てられている。さすがはジジ上様。ジジ上様ね、固有ってわけじゃないんだけど、孫が軍師の時はジジ上様、ジジ上様なんですね。へえ、水那須そういう行事やってんだ。町並みの制圧が完了。マジか、音そっちなのか。え、じゃあこっちの小二町も取ろうぜ。進め。八沢川を取る。ね、か、ちょっと加護。まさかの春日山。統率プラス1、まあ、ギリ96段で、寝返るような武将ではないと思うんですけど、まあ、中世90段まで上げておきましょう。小笠原もね、そうね、真田弓隊の一員として小笠原を、小笠原はね、相性最悪はきついかなっていう、さすがに。多分、俸禄1600とかそのレベルになるんじゃないかな。戦車極み。戦車極み。極み。極みか。欲しいけどね。欲しいんですけどね。極みかっていう。まあ、雇っとくか。家宝没収されちゃってる。あのさ、これさ、家宝没収して捨てるの、さすがにちょっとね、やりすぎちゃう、さすがにちょっとやりすぎちゃうんと思うんですけど。ちょっとね、人の気持ちというものはないのかっていう、ね、落ちるな。川も取った。いや僕はそもそもや、僕そもそもやんねえよそんなこと。進め。ああまあ叩いたところであれなんだけど。敵将を捕獲した。あ、敵将捕獲しちゃった。北条高広捕まえた。やった。川と武家町と商人町をもらった。川やろ、ラッキー。これはラッキーな。退却せよ。勝頼やりますね。いやー、ちょっとバグんできたもんじゃないですよ。勝頼やる男ですよ。で、クゲを
あと2つ作れば、いや、クゲと牧場にするか。クゲと、多分あと2つ作れば進行できるんじゃないかなと思う。商人町も茶室を、茶室2つあれば、あと1をザザッと作っていきましょう。もう手のひらクルクルっすよ、こんなんやるじゃん。あー、商人町に取り出か、いや武田がこっちに作ってくれるとは思ってるんですけど、まあでも一応作っとこうか。僕の商人町を守りたい。承知いたした。歩兵しよう。だいぶ領地増えましたね。あ、田道83か。あ、道を切って町を取る。なるほど、悪いこと考えるな。僕がここで道を切っちゃえば、あ、僕も切れるわ。あ、僕がここで道を切る、全部空白になる。で、僕が繋いですぐ全部取っちゃう。でも、でもさすがにちょっと、さすがにちょっとしんどいな。上杉から返還。あ、道切ったら名声下がるんだ。あ、そうなんだ。へえ。返そう。そうなんだ。さすが、そうなんだ。さすがに下がるんだね、それは。できちゃうから下がるんだね。歩兵して、ん？ああ、兵糧かね。そうですね。北は武田に任し、北は武田に任し、南に行きたいですね。生産、歩兵、北条高広ね、まだ本当ね、北条高広ね、革新からずっとこれ変わんない男だよね。進行老子圧戦八幡宮、老子圧戦とりあえず進めて、で八幡宮あと2つクゲ町を作れば、あと2つクゲ町、こんな感じかな。ん？ああ、そうね、ここも一応繋いでいきましょう。いやー、北条高広、新生どうでしょうね。そろそろね、ほんとね、柴田重家と北条はね、二人はどうにかしてほしいと思ってるけど。柴田城にすげえ始めた。まさかの。80か、さすがにちょっとしんどいかな。8月の終わりにやるか。むしろ柴田重家はそろそろ柴田重家の乱のシナリオを作ってくれよと思うんですけど、建築完了、次の作業に移る。今回もないみたいですね、柴田重家のシナリオ。承知いたした。いやー、もうかすげも落とした時点で、あ、しまった。ギリギリでやろうと思ったら失敗した。よし、この間に僕は北条攻めますぞ。北条攻め、宇都宮攻め攻め始めましょう。今執行策、ちょっと待ってね。うん、柴田市民暮らしか。いやー、でもまあ、でも柴田重家の乱欲しいなと僕はずっと思うんですけどな。あれで、あのね、勢力のね、勢力として楽しそう。1583年ぐらいのシナリオで越後を2つに割ってるわけじゃないですか。多分
難易度的に気持ちいいだろうなと思うんだよね。あ、そうね、馬の生産、そろそろ奉行に任せようかな。馬生産奉行川原さん、なんかね、この勢力遊んで楽しいって結構そのバランスとかシナリオとかのシチュエーションにもよると思うんですけど、柴田茂は多分ちょうどいい楽しさだと思うんですよね。そう、九戸とかも、あ、でも九戸は小田原征伐の後だからな。まあね、おたての乱はあるわまあ影虎がね、確かに影虎と快活の争いがあるんですけどね。どうしたっすでも、もうちょっとなんかあってもいいんじゃないかなと思ったりするんですけど、古今伝授、古今伝授、これ弓隊、足軽隊、あ、そういえば小笠原拾ったんですよね、僕。小笠原拾って、まあ、義理がある程度あるから、まあ。前進中。出てきてる。よし、攻めますか。騎馬足軽。今回の攻めの目標は武家町を奪い、武家町を奪って匠の町一も取れる。地を取ることもできるのか。武家町取って、こう取って帰るってことができる。海姫は北条家、海姫のグラフィックはいつでも可愛いと思うんですけど、あれ、革新の時って海姫っていないんだっけ。真田弓隊、雪高の弓隊、那須、小笠原、猿飛び霧隠れ、ね、海姫天童からか。観光、そうね、築城ね、行きます。そうか、海姫天童からかね。成田海、すでに可愛いというね、すでに可愛いな。あ、小笠原舞台ごと寝返っちゃう。いや、海姫さ、天道創造大使、天道創造大使と毎回ね、新しいグラフィックもらってね、なんちゅう恵まれてる女。じゃあ小笠原やめときましょう。じゃあこうで、代わりに雲野を連れてきました。真田弓隊、一応なんだっけ、核心にはあの姫武将っていうのは存在するんだ。行きます。それあくまでその自分の娘を武将にするかっていう話ですもんね。真田正幸、三好、長野親子、やりぶすまの4と鉛筆って、僕ったの実はあの補助効果のつくやりぶすま4好きなんですよ。やりぶすまの極みとか、これでいいかな。ヘルク一括2000。いやー、のぼうの城あたりの影響じゃないかな。
ちょっと年代的なタイミングが分かんないんで行きます。現役に来てやがる。ああ2万か。2万。ちなみに勝頼はなんと柴田城を落としちゃう。勝頼そのまま戦うのはちょっとしんどいですね。これ砦ってここら辺に作れない理由ってなんだっけ。前の砦から近すぎるのかな。砦から砦って結構離さなきゃいけないのか。多分近すぎでしょうね。北条、相手は北条氏輝、兵力2万1000、こっちは正行と行き高1万5000。殴り合うとあまり よろしくないな。できればこっちの、ね、砦まで連れてきたいですね。そうっすよ、謙信がね、謙信が春日山方面にいればねという話なんですけどね。まさか越後をコンプされるとは。あー、陣所でごまかす、それは確かにそうね。陣所ちょっと間に合わんかもしれんな。行きます。ちょっと待ってね、建設、陣所、かしこまりました。ちょっとこっちにずれて、絶命。剣士ね、生きてるんですよ。生きてるんだけど引きこもってる感じ。あ、U ターンしたか。我が領内に向かって敵が進軍中。ぐえ、ぐぬぬぐぬぬ、削るチャンスなんだけどな。ぐぬぬぬぬぬぬぬぐぬぬぬ、しょうがない。削るチャンスを優先しましょう。遠いな。ここの道、ここに道があればね。44日、行くぞ。しょうがない、さすがにあの敵の武将を削りたい。でこっちはこっちで道つなげておきたいな。移動じゃ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 。ああそうね、水溝にしとけばよかったな。陣を変えよ。敷地が10下がっちゃうんだけど、今は陣を変えよ。あ、武蔵七刀、武蔵七刀に何か依頼する。依頼、岩月を攻めろでいいのか。諸勢力の部隊が出陣しました。そう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 、ここの伝授、これで同盟軍の技術が使えるようになったはず。腹巻き、腹巻きと、腹巻きとわらじで機動力と守備力アップ&二用不足、さらに8万、洗礼も8万も欲しい。洗礼から、あれやろうか。そういえばあれ、
あ、やべえ、全然献上しなかった全然献上しなかった。そうか、あれ、あれか、鉱脈があるから、もしかするとこれで 金鉱が見つかる可能性があるのか。目標を変更する。あ、来た。陣替え、速やかに陣を変えよう。ここで核翼、相手は北条。お任せを。陣耐久力はまだ1000。まだ到着。眼光、陣を変えよう。武蔵七刀は弓か。さだ、知略90、知略90。いやいや、ここはやりよう。行きましょう。いいぞ。好機。あー、裏に回るという選択肢か。あー、確かにね。行きます。進め。ちょっと位置を調整して行くぞ。こう進め。こう行きます。で、混乱ラッパー、混乱効くかな。やってみよう。知略99対知略90。思い知れ。お、入った入った。なんという勢い。入った入った。あれですね、あの、ただ今回からなんだっけ全部隊に入るわけじゃなくて、一つの部隊の中のいくつかの部隊なんですよね、あくまで入るの。敵部隊壊滅。まあ、それだけでも全然ありがたいんですけど。お任せを。痛めようか、高接戦を狙う。そう、革新の混乱がね、強すぎたっていうのは間違いなくあります。敵部隊壊滅しました。休まずいかけよう。敵部隊壊滅。壊滅じゃ、壊滅じゃ。お任せを。敵部隊壊滅。そうだね、八番具。あれあれ、これ誰だっけ。あれ、これ誰。雪村から三達を授かる。夏の陣で、天王寺岡山の合戦で茶臼山に布陣。この最近いたっけ、この人。すごくもう想像と大使では記憶にないんですけど。家康の本陣へ突撃し、討ち死に。いや、もう BA、鉄砲 A、強いですね。有能ですよ。有能ですよ。捉えたり。よっしゃよっしゃ、大勝利大勝利。撤収。大使にはね、いないと思うんだけどな。速やかに陣を変えよう。岩槻城の部隊倒したから。いや、でもさすがに攻めるとね、小田原がバッカタック食らうか。ガチャはね、僕今貢献度ゼロなんですよ。陣を変えよう。まあ一回撤収しましょう。いや、全然記憶ね、全然記憶いないな。確かに、あの、名前が違うとかね、あの、天道って名前が結構違う人が多いと思うんですよ。あの、満喫祭とかさ、あの、藤田宇治照とか、藤田宇治国だっけ。そう、読み方すら分かんないしね。信増実、うん、あ、補修か。確かに確かに。かしこまりました。これで兵力36,000。じゃあ次の攻めで、宇都宮を取るか。おそらくいけるでしょう。お、ついに怒りの上杉謙信出撃じゃ。黒川城が攻められてて、黒川城が攻めて上杉謙信が撃てれた。信長の野望でね、手軽なのはね、信長の野望大使ですよ。一番あれが一番楽だと思う。
あ、ウィキ見たら執筆の協力者求める。いやー、だってさ、これいつも見るじゃん、真田、信勝、真田信勝なら真田をよく、あの、よく見かけますけど、まあひでえ列伝ですけどひでえ列伝だな。まあ有能、もうね、伸びますね。よし、まあでもとりあえず、キリがいいところで今日ここまでしましょうか。そんなわけで長らくのご視聴ありがとうございました。六門戦、三つどもえと六門戦、こんな感じで展開して、勝頼がね、まさかの勝頼大勝利ルート。ちなみに僕との同盟はあと22ヶ月。同盟もう半分切りましたね。延長してもいいんですが、まあ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 、次回はちょっと北条がっつり削りたいですね。もしかすると真田と、真田 VS 武田になるのかもしれない、最終的には。じゃあ続きはまた明日やりますので、そのでぜひよろしくお願いします。今日この後は最後に三国志12に恥越して終わりますので、恥越され方も引き続きよろしくお願いしますので、一旦放送閉じます。皆さんお疲れ様でした。